今日、県内では899人の新規感染者と2人の死亡が発表されました。内訳は新潟市で327人、それ以外の市町村で572人です。また、新潟市は2人の死亡を発表しました。いずれも65歳以上の高齢者で基礎疾患があったということです。新型コロナによる死者は累計で、 375人となりました。